こんにちは、ザ・コーヒーショップの萩原です。神保です。今日はハンドドリップ講座第3回目でございます。第1回目と第2回目まだご覧になってないという方はぜひそちらの動画からご覧いただけると嬉しいなと思っております。少し横道にそれる話でもあるんですけれども、ハンドドリップにおける最終的な濃度調整のやり方のちょっとしたテクニックをご紹介できたらと思っております。ご自宅のハンドドリップに活かしていただける内容になっているかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。そして参考になったという方は高評価、チャンネル登録もお願いいたします。はい、ということで第1回の講座ではコーヒーハンドドリップの味の出てくる順番、コーヒー豆から味が出てくる順番について解説しましたね。そして第2回では TDS と収率についてちょっとお話しさせていただきました。TDS というのはコーヒーの濃度、美味しいと感じる濃度はどこなのか、そして、収率というのはコーヒーの割合の、コーヒー豆から溶け出した成分の総量の割合ですね、はい、何パーセントの成分がお湯に溶け出しているのか、それによって味の方向性とかディティールが決まるという話をしました。わかりましたか？で、その動画の最後にですね、TDS コーヒーの濃度は最後に調整がぶっちゃけできると。いうところを話しましたが、それを応用した味の作り方、作る最終的なちょっと調整の仕方というのを今日はご紹介できたらなと思っております。はい、お願いします。まあちょっと入れながらね、どんな感じでやるかっていうのは紹介していきたいと思いますので、では早速抽出していきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、それでは抽出していきたいと思います。はい、今日は、カペックフラワードリッパー01サイズ。で抽出をしていきます。抽出レシピは以前にもご紹介した一杯取りの抽出レシピなんですけれども、それを使ってちょっと今日は入れていきます。ちょっとそのレシピ解説というかは最後のテクニックのところだけなので、あんまりレシピはそんな気にしないでください。で抽出に使う豆は今日はペルーのホルヘディアスカンポスという浅煎りのお豆を入れております。ちょっと甘さの複雑味があってね、ペルーらしいちょっと爽やかなフレーバーのコーヒー豆を入れていきたいと思います。浅煎りです。ちょっとまずはね、早速何はなくとも抽出を進めていきます。今日はコーヒー豆は 15g ですね、15g 使用します。RDT をしまして、RDT だの TDS だの WDT だの。結構ね、混同しやすいですよね。プロレスの団体名みたいなね。階級名みたいな。引き目はバリア VS3 カイバウルトラに変更して 12.5 で引いております。で粉量は今日 15g。でしてお湯の量は全部で240のお湯を使っていきます。このあたりの比率は1対16ですね、前回の動画でも話しましたが、このブリューレシオ、このあとお湯をどれぐらいの割合で使うかっていうところで、大体その収率が割と決定してきます。1対16は一般的な収率というか割合ですね、ちょっと後ろよりの浅煎りなんでね、ちょっと抽出伸ばし気味にしてあげた方、収率高めにしてあげた方が味わいは強く出ますので、ここを入れております。はい、では、抽出進めていきます。はい、タイマーをスタートすると同時に、まず 40g のお湯を全体に回しかけて30秒間蒸らしを行います。2投目は、30秒から15秒かけてプラス80のお湯を注ぎます。合計で120ですね。で15秒間その後落ちるのを待ちます。3投目は1分から10秒かけてプラス40のお湯を注ぎます。ここはヘリに、さっと回しかけるようなイメージで、こうヘリにこう残ったお湯をこそぎ落とすようなイメージで注ぎます。4投目は1分20秒から10秒かけてプラス40、合計で 200g までお湯を注ぎます。ここは割とゆっくりかさ上げをするだけのイメージです。最後の1投は1分40秒からまた10秒かけてプラス40、合計で240までお湯を注ぎます。今日のテクニックで大事なところはここからです。ここからです。最後の1投が終わったら上が落ちきる前にドリッパーを外します。はい、まあこれ落としきりでももちろん全然いいレシピ、全然美味しいレシピなんですけど、まあ、最後落ちきる前にドリッパーを外しちゃいます。これぐらい残ったところです。はいでこれ最終出来上がったこっちのサーバーの方に入っているコーヒーの液体は TBS としては少し高い状態にあると思います。そうですね。濃度感がちょっと強い液体になっていると思います。でこれはこれでいいんですよ。それはこれで飲んでもらって美味しければいいんですけど、ちょっと味が強い、やっぱりちょっと濃くて重たくてアフターがちょっと短いような味わいなんですね、このままだと。でここに最後微調整、最終的な濃度の調整をしていきたい、はい、前回の動画で TDS って後から修正できる、まあ、水を足せば濃さが調整できるっていう話をしたんですが、それをやります、はい、でその最終的な濃度調整をじゃあ何を足すかっていうところで味をちょっとコントロールできるんですね。最後ドリッパー外したじゃないですか、はい、最後ドリッパー外した、まあちょっと量としてはちょっとなんですけど、うん、これを入れる、もしくはお湯を入れるで味を調整します。なるほど。今こいつは TBS が少し高い濃いめの液体ができて、はい、そこを少し薄めて美味しい濃度に持っていきたい、うん、でそこに対してお湯を入れるのか、この最後の一番最後の5投目のお湯を入れるのかで味を調整する、はい、どういうことかというと、まずじゃあお湯を足すとします。お湯を足すとします。そうすると味の前半よりの成分が多めに入った最終的な液体が出来上がります、はい、なので酸とかフレーバーが明るく感じられる液体が出来上がるわけですね。で美味しい濃度の液体、じゃあこれをちょっと入れる、はい、そうすると、同じ濃度でもちょっと後ろの成分が多く入るわけです、最終的な液体の中ね。そうすると甘さとか質感とか少しこう落ち着いた印象の液体が出来上がります。これをどっちを足していくかによって自分好みの調整ができるというプチテクニック、はいはいはい、めんつゆに例えると分かりやすいかも。コーヒーはもう現役みたいな感じで1番だし2番だしぐらいの足していくのか、お湯で割るのか。それは非常に分かりやすいですね。これは足す量としては本当ちょっとずつ足す感じです、うん、ちょっとずつ足します。これぐらいです、うん、そうなんですよね。これぐらいで結構変わるんですよ、うん、実は。これ明確なグラム数がやっぱりお伝えできないので、皆さんの感覚もつかんでいただく必要結構あると思うんですけど、ほんの気持ち程度で結構やっぱり変わるんですよね。意外とね、人間の味覚ってすごく敏感なので、本当にちょっと入れるだけで変わります。で今お湯をね、ちょっと多分分量にしては 3ml ぐらい、3から 5ml ぐらい入れたんですけど、それでもだいぶ変わってます。で今飲んだ感じ、ちょっとまだ濃度が強い、まずはちょっとまだ濃度が強いかな。で濃度が強い時ってアフターがやっぱ短いです、はい、アフターが短くて味のこのキュッとくる感じだったりとかっていう味わいが強くなるので、もう少し濃度を薄めて、でお湯を足したんですけど、やっぱりまだアフターが短いというところなので、次はこれを入れます。まあ本当にこれぐらいですね、はい、これぐらい入れます。で混ぜると、なんか実験みたいですね。そうですね、科学の実験みたいな。スポイトとか欲しくなります。そうです。あ、いい感じになってきました。いい感じになってきましたね。もうちょっとだけ入れたいかな。ちょっとだけ入れたいかな。これぐらい。でもこれぐらいで本当に変わるんですよ。本当に変わります。もうちょっとだな。もうちょい。みたいなね。はい、いいですね。いい感じになりました。っていう。調整をする、でこれってまあ割と上級テクニックっぽく見えるんですけど、意外とやってることはシンプル、でまあこのちょっとした微調整で、これ抽出の調整ってやっぱ難しいんですよ。そうですね。お湯の注ぎ方だったりとかレシピを組み替えたりするって結構難しいですけど、基本のレシピを持っておいて最終的な味のゴールをここで決めるっていうのは、まあ、もちろん足しちゃったものは戻せないんで、少しずつ足すっていうところは慣れは必要なんですけど、誰でも割とその落ち着いて味の調整ができるという意味では結構有効なのかなというふうに思っています。あとはなんかその豆を変えるってなった時も基本のレシピ通りに入れて、例えば深入りだったら甘さとかボディ感優位に出したいっていうところだったら、その出がらしの部分最後の部分をこう多めに足してとか、浅煎りですっきり飲みたいとかだったらちょっとお湯を多めに足してみるとか、そういうのもなんか分かりやすくて調整の仕方としては結構やりやすいなと思います。そうですね。なかなかお店とかでやるには時間がかかるんで、ちょっと大変な部分ももしかしたらあるかもしれませんけど、慣れると結構これぐらい入れたらどれぐらい変わるっていう感覚がつかめてくれば、調整も早くなっていくので、ぜひちょっとなんか試してみてほしいかなと思っております。これもね、味の出てくる順番と収率 TDS を理解した上でやっぱりやることが意味があると思いますので、ぜひ1本目2本目の動画見てない方はそちらもご覧いただければと思っております。さあハンドリップ講座そんな感じでやってきましたけれども、次回は新酒と糖化に踏み込んでいきたいなと思っております。難しそうですね。まあまあでもそんなに難しくないと思います。TDS と収益の理解よりは難しくないと思いますので、お楽しみに。ということでまた、動画参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。あとこんなこと聞きたい、ご質問などあればぜひコメントお待ちしております。以上、ホワイトアザーコーヒーショップの萩原と神保でした。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。